ニコラス・レイはアメリカ合衆国ウィスコンシン州出身の映画監督である。1950年代アメリカ映画の巨匠であり、ヌーベルバーグの作家たちから尊敬を受けた監督として知られる。フランク・ロイド・ライトの下で建築を学んだが、数ヶ月で決別。ニューヨークで左翼演劇活動に参加する。太平洋戦争が始まると戦争情報局の仕事につき、ラジオ番組や、 宣伝映画などの制作を通して、エリア火山や、ジョン・ハウスマンなどの映画人と交流するようになり、ハウスマンの勧めで RKO に就職、1947年にデビュー作、夜の人々を監督するが、ハワード・ヒューズが RKO を買収したために、このデビュー作は1949年まで公開が延期された。RKO が、 ヒューズの支配下に入った後も同社に止まり、未完成映画の追加撮影や、共同監督にも立ち会わされることになるが、ヒューズの政治力によって1940年代以末に吹き荒れた赤狩りのハリウッドブラックリストからは逃れることとなる。1950年代にフリーになると、主題歌が世界的なヒットとなった、西部劇、大サジニア、ジェームズ・ディーン主演の理由なき犯行などの名作。 話題作を発表し、理由なき犯行では、アカデミー原案賞にもノミネートされた。しかし、アルコール依存症や、それに伴う、気候、体調不良に悩まされるようになる。環境問題を描いた、異色性武劇、エヴァグレーズを渡る風では完成まで立ち会うことを許されず、暗黒外の女を最後に、ハリウッドを離れ、ヨーロッパで活動するようになる。 1960年代に入るとヨーロッパ資本による対策の監督を任されるように、なるが北京の55日の撮影時に心臓発作を起こして商業監督からの引退を余儀なくされる。1972年にニューヨーク大学の講師に就任。学生たちとビデオや16ミリフィルムなどで映画を制作する。1978年、 霊を死宿するビムベンダース監督と共同で、ニックスムービー水上の稲妻の撮影を開始するが、完成直後に肺がんで死亡する。映画の中には霊ががで苦しむ姿が克明に記録されて、物議を醸した。ありがとうございます。